世界ランキング1位に挑戦しました。勝山高校2年の山口茜選手、去年史上最年少で優勝したジャパンオープンで2連覇を目指し、ロンドンオリンピックの金メダリストに挑みました。この後すぐお伝えします。生中継ザウルスライブはもうすぐ開幕で盛り上がるこの話題。はい、ブラジルの国旗を子供たちが振って盛り上がっていますよ。ということで、あさってから開幕するブラジルのワールドカップについての話題です。開幕直前ということで、ブラジルを感じられる場所からお伝えします。ブラジル、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 ブラジル。さあ、続いてはザウルスライブ。これはブラジルの国旗ということは、はい、4年に一度のあれですよね。あれですね。開幕目前の FIFA ワールドカップに向けて、ブラジルからではなくて、はい、ブラジル気分になれる場所から中継です。鈴木さん。はい、ブラジルの国旗が掲げられて、こちら現地も盛り上がっております。はい、どうですか。こんばんは。24人目の日本代表、鈴木です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、ブラジルに、まあ、本当はね、気持ちとしては行きたいんですけども、はい、越前市のですね、まあ、ブラジル食材を扱う会社に来ております。あの、県内でもですね、はい、日系ブラジル人が越前市は最も多く住んでいるところなんですね。市内にある、あの、電子部品メーカーで多くのブラジルの方が働いているんです。で、ブラジル人が経営するお店も市内に6店舗で、今日はその一つにお邪魔しております。中に入っていきますよ。はい、もともとはブラジルの料理を提供していたんですが、今は食材を扱うお店ということで、お店の中はこのような形になっております。ブラジルカラーですね。本当ですね。ブラジルカラーですね。本当にたくさんの食材もありますし、まあ、ワールドカップ直前ということでね、まあ、国旗ですよね。この緑と黄色の風船でお店の中も飾り付けて盛り上がっております。はい、そして、まあ、ブラジルのやっぱ応援には欠かせないグッズも昨日から販売を始めたんです。はい、まあ、こうしたね、サッカーボールとか、はい、ストール、そして、まあ、こういう国旗の旗なんかね、はい、で、はい、ブラジルって感じで応援するわけです。ブラジル風に、はい、ブラジル風にちょっと言ってみました。はい、もちろん、まあ、食材を扱うお店ですから本当にたくさんありますよ。もうこうパッと見ただけでもカラフルですし、本当になんかブラジルに旅行に来たかっていうような感覚ですよね。こういうところあるんですね、越前市。本当にたくさんあります。例えばこちら、ちょっとご紹介しますね。はい、フェイジョアーダって書いてありますが、まあ、ブラジルの本当に伝統的な家庭料理です。豚肉と黒インゲン豆を煮込んだもので、お話を聞くと本当に毎週食べるぐらい馴染み深い料理なんですね。はい、まあ、こういったものももちろん置いてあります。で、食材もたくさんですね。ブラジルではこう豆料理も多いので、まあ、今見たこの黒インゲン豆ですよね、うん、とか隣にもたくさんこうカラフルにインゲン豆とか、いろんな種類の豆があるんですね。そうですね、本当にいろんな種類あります。カラフル、まあ、そうですよね。本当ちょっと価格は高いんですけども、まあ、やっぱこうふるさとブラジルのから輸入したこう豆を食べたいっていう方もたくさんいて、買い求める方もたくさん多いということなんです。さあ、今日は、まあ、開幕直前ということで、やっぱブラジルをこうね、空気を体感するには料理と思うので、うんうん、料理を今日ご紹介しちゃいます。聞こえてきましたよ、これこれ。盛り上がってますね。すごい盛り上がって。店長の小木堂さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。皆さん、ボアノイチ。こんばんはって意味です。思いました、さっき。と、そしてお友達の皆さんにも本当にたくさん集まっていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、でですね、まあ、料理、まずご紹介します。こちらですね。ブラジルのもうお祭りごとには欠かせない、シュラスコという。シュラスコ、あ、なんか聞いたことありますね。バーベキュー、あ、そうですか。はい。はい、なんかもうブラジルではこうお祭りごとには欠かせない料理なんですって。なるほど、ね、バーベキュー料理です。はい。そして、まあ、ここにかける、
あるものをかけるとやっぱこうブラジルのね家庭的な料理っていう感じになるんですって。これ何をかけるでしょうか。ビナグレッジをかけます。ビナグレッジというソースですね。はい、ソース、はい、今日それを作っていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、これでまず玉ねぎ大きなですね。大量に。いやもう食いしん坊の出雲さんにはたまらないと思いますんでね、じっくり見てくださいこれ。お願いします。あ、そしてピーマンですね。はい、食いしん坊ではありません。すいません、失礼しました。はい、ピーマンを入れていきます。それから黄色のパプリカですね。いや緑に黄色、ブラジル、白に赤、ブラジルの黄色って感じがしますね。ブラジルと日本のイメージする感じです。はい、そしてこちらトマトですね。お願いします。いいですね、なんか音楽がかかるとちょっとね、皆さんもこう自然と体がこう、足もほらにこう乗ってきてますね。ほんとすごい自然とね、なんか料理コーナーですからこれ、ダンスじゃないですよ。ではなく三幕っていう感じの三幕キング。そしてこちらはですね、ブラジルから輸入したお酢ですね。はい、やっぱこれを入れるとこう地元の味っていう感じがするんですよね。はい、はい、お酢を入れて混ぜていくわけです。お嬢さん、やっぱりあれですか、お酢以外にもこう家庭によって入れるものって違うんですか。違うの。他にも何か入れるものありますか。レモンとか。レモン、オリーブも。オリーブオイル。それあ、それで変わります。やっぱその家庭によってこう味付けっていうのはやっぱ違うんですね。ちょっと違うんですけど、はい、そして塩と振って仕上げに胡椒。胡椒です、はい、じゃあ混ぜてください。おー、これはソースだ。スタジオの出雲さんが食いついてますよ。皆さん、こう嗅ぎ混ぜください。本当野菜たっぷりでいいですね。では、じゃあこれをお願いします。こちらに、これをスラッフで、豪快にかけるんですね。はい、はい、いただきます。スラッフ、あ、ちょっと待って、落ちちゃった。感動。うん、どうですか、お味は。あ、お肉も美味しいですけど、やっぱ野菜たっぷりですね。で、お酢も効いてて、そう、美味しいです。ごちそうさまでした。はい、さあ、じゃあ最後に、皆さんにお話を聞いていきます。あ、大丈夫です。やべすぎ。さあ、ブラジル、ワールドカップも目前ですけど、どうですか。はい、やっぱりブラジル。と思います。ブラジルカップも、はい、好きな選手はプレイヤー、ブラジル、一番好き19番フッキー。フッキーすごい。ネイマールも一緒。いやー、頑張れ。本当負けてないですよ、日本の。あ、日本も頑張れ。ありがとうございました。今日はですね、ブラジルを感じられる場所からの越前市からお伝えしました。いや、盛り上がってましたね。そういうところがあるんですね。なんか福井のブラジル、越前市、いや知らなかったですね。うん、そうですね。お料理作って観戦するのもいいかもしれないですね。うん、なんかね、やっぱりあれがこうワールドカップ観戦にはきっとね、うん、まあ、欠かせないんでしょうね。そうですね。ブラジル気分で応援するのもね、大切ですよね。いいですね。中継でもお伝えした越前市内にあるブラジル文化を訪ねるツアーは今月28日に開催します。参加したい方は越前市国際交流協会までお問い合わせください。で、そして、はい、日本代表の初戦コートジボワール戦は15日総合テレビにて放送予定です。はい、ではここまでザウルスライブでした。